どうもー、デチャオ編集部、イケンチンでっさい。さあ、というわけで久々に始まりました、イケンチンでーしゃー、見たくねー、見ましたー、はい、と。さあ、というわけでこの番組はですね、導入1週間以内の解析の出ていない最新台で勝ち実践を行い、私イケンチンの独断と偏見で徹底さはこの辺にあんじゃねーかなーつろですね、いいやつちゃおうっていう無責任な番組となっておりますー、ぶっと。さあ、というわけで今回で第何回 39! 来ましたよ、39回、記念すべき39回目ということで、今回実践する機種は私イケンチンがですね、まあ歴代で最も打った機種の後継機とめっちゃ楽しみにしていた一台でございますと。さあ、というわけで紹介しましょう、今回する実践機種はサンダー V リボルト、こちら。まあ、初代雷神様は、カイドウ氏にですね、革命を起こした台ということで、まあ、生まれて初めて予告音が搭載された機械ですね、改革を起こした機械ということで、まあサンダーシリーズですね、出るたんびにですね、パスロに何かしら新しい歴史を刻んできた名機中の名機、その正統後継機でございますので、皆様ぜひ楽しみにしていてくださいなと。さあ、そして今回実践するホールでございますが、千葉県木更津市のパールショップともえ木更津店でございます。こちら、まあ、言ってもですね、ボーナスしか搭載されていないノーマルタイプでございますから、まあ機種としてのもうブイーンブワーンみたいな山場は特にないと思います。ただただですね、私の趣味思考うんちくを語るだけのですね、まあ趣味動画となると思いますけども、皆様はですね、鼻くそでもほじってへでもこぎながら、ながら見してくれればなと思います。さあ、というわけでこの後実践スタートです。おいさあ、というわけで久々のイゲータ実践スタートです。と、まずは基本的なゲーム性の紹介から、基本的なゲーム性の紹介も何もですねボーナスは見るんですよ、ドノーマルタイプです。ボーナスは V、 そして赤7、この2つのビッグと、レギュラー、この3つのボーナスでございます。ビッグが最高333枚だったっけな、でレギュラーが最大111枚、今なりましたけど、まあゲーム性の肝はこちらの予告音、リプレイ以外の1500対応でございますと。まあ、サンダー V といえばですね、初代雷神様、まあ、スロット史上初めてですね、こちらの予告音というものが搭載された機械と、まあ画期的でしたよ。なんせですね、今までリーチ目っていうものは、まあ打って突然出てわーっていうものだったんですけど、予告音が鳴った時にチャンスを告知してくれるので、自分が見たいリーチ目が出せると、まあ画期的でしたよ。私がですね、生涯で多分最も打ち込んだ騎士なんじゃないかと、初代雷神様が、まあ、5号機では2作目3作目なるわけでございますけども、で通常時の打ち方なんですけども、いろいろ言われてますが、私は2つしか認めません。この後はサンダー V を語るのであれば、はい、まずこの V、 単独 V ですね、上にチェリーがついてるこの単 V を枠上にビタ落ちです。その際の成立枠、枠上でビタ止まりした際はスイカ確定です。で、首都コマ滑りのこの形が、外れ、ボーナス、ベルリプレイですね。なのでビタ押しさえできればビタ止まりした時だけスイカを狙えばいいと、簡単ですから。ただしこの単 V 狙い、気をつけなきゃいけないのが、上段に V をビタしてしまった場合、スイカかもします。スイカ15枚です、大変なことになります。スイカも実戦上6、70分の1ぐらいで整列してますので、これをバンバンこぼすと、まあ機械割りが下がりますよ。
で中右リールスイカ何狙うか、別に右リールは V を目安にしてくれれば、で中リールも7が2つあるんですけど、この上がリプレイの方の赤7ですね。こいつは上にも下にもスイカついてるんで、この辺を目安にしてもらえれば。あとは7が2種類見分けられない人の場合は、バーがありますから、バーはですね、バーの真下にスイカがついてますんで、こいつの真下にスイカがついてますんで、これを目安にしていただいてもよろしいです。さあ、なりました。はい、で横コーン単倍上段来た時がチャンス。ああ残念。この横コーンになった時の楽しみ方は後々説明します。さあ、そしてもう一個の狙い方が赤7狙いです。ただし時間効率を良くするなら、この赤7を上段にビタ押しでございます。上段にビタ押しした場合は2コマ滑った時スイカがありますが、スイカございません。振り打ちで結構です。だから今巷でですね、マイゲーム全リールスイカを狙わなきゃいけないから面倒くさいと言われてますけども、左リールのビタ押しさえできれば面倒くさくないです。上段にスイカをビタです。そうすれば振り押し OK です。スイカの場合はもう一個滑りますんで、こうですね。もうこの2つ以外はサンダーベイを打つなら僕は認めません。左リールのバー狙いだったり三連 V 狙いだったりって巷でいろいろ、まあ簡単な手順が言われてますが、そんな打ち方したらサンダー V じゃないです。だ一番いいのはこの単 V 枠エビだと7上段みたいなロータリーですね。で子役の重複はまあまだ分かんないですよ。でも打ってる限りポイナーっていうのはまずスイカ、あとはリプレイチェリーかな、ベルは多分ないです。そして、今ちょうど出ましたけど、このリール停止前にこれ新エースです。今回からのビシッてこうなんかフラッシュがビシッてバリバリってなるときあるんですけど、第一リールを押したときに、第一停止のときにバリったときはリプレイ王は外れ王はボーナス、第二停止でバリったときは外れ王はベル王はボーナスです。で第三停止でバリったときは外れがないです。チェリー王はボーナスです。だこの辺と横コーンの絡みで楽しむのがこの新生サンダー V、リボルトで今回、まあ、左リールのアイエルタは若干初代に寄せてますが、中右リールが結構変わってますんで、まあ、4号機の時のですね制御の法則とか全く当てはまりません。ただリーチ目でっぽいやつはいっぱいあります。形状してあとは中リールに4種類ボーナス柄があるんですけども、このボーナス柄をそれぞれ引き込んで、仕事します。まずは V、これ斜めに出んぱった場合ですね。右の下段がベルかこのゲチェナのチェリー、これ以外だったら全部リーチ目、まあよう出ます。あとは単 V からのボーナスの一直線は全部リーチ目です。で引き込む範囲にボーナス柄がいっぱいあるんで、まあ、一直線がよう出ます。で続いて中リールもう一個がですね、この赤なんですね。上がリプレイの下がチェリーのですね。これはもう上段で2角です。止まった瞬間に2リール確定と。さあ続いて、今度こっちですね。上がチェリーで下がリプレイの、それから逆になってる方の赤7、これは正直言って初代だったらですよ、 V と同じ役割でした。この赤7は V だと思っていいです。だから V、この赤7 V とかはもう全部別格でした。だからすなわち斜めにテンパった際はここがですね、バーチェリーならゲチェナのチェリーかベル以外は全部リーチ目です。よう出ます。さあそしてラスト1個の、ボーナス柄バーですね。バーはこの上段停止の形でリプレイ外れてボーナスです。この4つ覚えておくだけでだいぶ簡単です。で右リールの強い図柄はさっき言ったこちらのゲチェナ、もう1個がこれですね、 V ベルバー、これ止まったら、ベル外れてボーナスと。まあ正直ね、滑りが楽しい機会でもあったっすね。今回はまだそこまで打ち込めてないんで分かんないですけど、
またね、中リーグの配列が変わってから何とも言えないんですよね。あとはもう十数年前の記憶なんで、僕の初代の記憶も結構おぼろげです。本当は初代サンダーも少し打ち込んでからこの収録に臨みたかったんですが、まあスケジュール上かなわなかったと。初代の配列ぐらい思い出したかったですけどね。このバーのね、下が前バーチェリーベルだったかな、これ逆になってるのか、バーチェリーベルくんになってるのかな。この下段のバーチェリーベルのベルは2コマ以上滑って上段 V からテンパると全部ベルハズだったんですよね。とか中身グリーンの滑りを察知すると子役ハズレ以上になるというのがすごい多かったんだよ。でもね、打ってる限り5号機になってそれはちょっとなくなったっす。大概が今回打ってみて思ったのはやっぱりね、ボーナス柄をこう引き込んでしまうんですね。こういう感じでビタ止まりしたらスイカです。スイカは実戦上設定差ないです。子役チョークもねほとんどないよ。そんなにスイカでもさっき一番初めに言った通りすごい出演率結構高いです。6、70分の1が出て15枚なんで、これをこぼさないことがこの台で一番大事なことです。でリーチ目が分かんなくても大丈夫です。もう大概ボーナス成立が横コーンがなるん でさっき言った中リールの 4つのボーナスからを大概が引き込むんで、怪しいかなと思ったら右に赤7か V 狙ってくれりゃ、まあ、ゲチラが止まったら入ってますし、 V が止まってベル外れてもいいですし、ちなみに下段に V が止まった形ですね。 V の対角線バサミは、リプレイ用はビッグです。すごく有名なビッグ角です。まあ別に見通しできなくても打てりゃ打てるんですよ。上段に短 V を見倒しちゃうと、スイカこぼしちゃいますけど、一コマ早く押した場合ね、中段スイカ、これでもいいですよ。ただスイカを狙わなきゃいけなくなるから手間が増えるだけです。できれば下段にスイカ下段枠 AV をしっかり見倒して、慣れればそんな難しくないです。あと打つ際に気をつけてほしいのは、こうワンテンポ左リールから置くこと。トントントンと押しちゃうと板止まりしてんのにスイカ狙わないでこぼしちゃったりするんだよ。トントントンですね。このテンポを身につければ、だから花とかああいうの打ってる時もスイカをこぼすことが極端になります。まあ通常時から目押しの練習ができる台と思ってくれれば。じゃあ続いて赤7の方行きましょうか。もう上段ビタしててスイカはないんですが、スイカ中段テンパでスイカはボーナスなんで、上段にビタして下段に赤7が来た時点でテンパったら2角です。でゲチラはスイカのこぼしても止まるんですけど、まあ上段に押してれば2角ですね。で上段に赤7を押した時のこの切れ目のあるスイカ、これスイカじゃないですからね。この時のもうベル確定です。中右フリーで OK です。スイカの時は1コマ滑ってベルリップスイカになるんで、その時だけ目押しが必要。あとはフリー打ちで OK、 簡単でしょう。これもベルだから。あとは赤7で代表的な出目はこの上にチェリーがついてる赤7が斜めにテンパったらこの時点で2角ですね。ビタッて止まるんで、別にスイカもビタ押してればこぼさないんで、非常に気持ちのいい2角になります。ベッとして、まあ、僕は根っからの短V派だったんで赤7の方はあんま詳しくないですけど、例えばこの V 確かこのスイカ下段でビッカクに行くとかじゃなかったっけな。ちょっと赤7の方はあんま詳しくないんで、もう短V 一筋でした。短V狙いからの好きな出目ですか。もちろんありますよ。
今回はちょっと制御が変わっちゃったんですけど、あと配列がちょっと変わったってじゃないですか。前だったら中リーグの V の下にバーがあるんですねこのバーを今回は上段に見倒しですね。4コマ滑って上段まで V が来たら4コマ滑りの V 点は、前はビッグ2角でした。だ前の場合は中段にバー5コマ離れて中段にバービタなんですけど、前を動くんだったら僕が一番狙ってデメス。であとそうだ、サンダー V、 いい台悪い台の選び方ですね。まあ設定推測超簡単です。なんせ一番大事なのがボーナス確率です。まあかなりの設定差があるんで6がもう超軽いです128分の1。1いくつだっけ、今1コマ滑ったね。170分の10だったっけ、170ちょい。だからもうデータカウンターで1でもボーナスが軽い台打ってくれれば、でビッグとレギュラーでビッグにそんな設定差がないです。特に設定差がでかいのがレギュラーです。だからジャグラーと同じ台選びでいいですよ。もうボーナスの合算が良くて、でよりレギュラーを引いてる台に座ってくれればまあ外れないです。6の割も高いし、それにご自身で打ってるんだったら、ベルをカウントしてそれを考慮すると。でベルもねそこまで言うてもでかい差なかったからな。でこの 枠上段V の時、このベルとスイカのダブルテンパイ型右上がりのね、右下がりはダメです。右上がりはもう子役が外れ以上です。これで子役が外れたらボーナスです。これも用を出ます。これね、だから今みたいに中段にスイカを押してからの1コマ滑りですね。こっからのリーチ目でよく出ます。まあ本当に打ったんだよな。サンダー1年で320以上は絶対打ってました何か積もって帰る時も最後にちょっと立ってた。あとネタバラするとですね、家に実機6台持ってました。いやオール設定バトルを連れとかと家でやってたんですよ。で横コーンになった時に中押ししても逆押ししてもめちゃくちゃ楽しいんですよ。もうどのリールから押しても楽しいんですよ。ただ5号機まだ変速をするの楽しさ見つけきれてないです。中押しはちょっと楽だけどね。でまずは今日はこの順押し消化での楽しみを皆さんにお伝えしていけたらなと。で変速押しの楽しみは、まあ、前回のですねピストの乗り打ちの時に宣言しちゃったんで、ピスタチオ田中と非現人に乗らせてみましたので、サンダー V 絶対やります。その際にお伝えできればなと思ってます。現在200回転余り、まあ、ボーナスに設定差があるだいと言ったんで、もうハマるイコールそれすなわち直結しての危険信号。あちなみにこの単独スイカ、こいつもめっちゃ強力図柄で、こいつもビッグの代表図柄だと思ってください。こいつが絡んだリーチ目はこれもビッグ確定でした。だ VV スイカとか、V の上チェリーの V 代表の赤7とスイカの一直線とかは全部ビッグ確です。やってみましょうか。あ、滑っちゃったで本当は今日までに見つけておきたかったことがあったんですけど、アクロスの楽しみってやっぱり一枚役の使い方のうまさなんですよね。一枚役によってあの4号機の変則的なリーチ面を再現してるんですけど、まあどんな停止型をするかを発見するまでに今回至ってないです。すいません。なのでね、初めの方にボーナスの一直線が多いって言ったじゃないですか。でもボーナスの一直線じゃ全くないやつとかで、フラッシュが伴っての、ボーナスタッチとかも結構あるんですよ。だから私も打ってて
気づかないで、この攻めでボーナスなのって結構ありました。正直ハマってると何もやることないです。ぶっちゃけ導入から低設定しかまだ打ってないです。低設定ははっきり辛いです。もう辛い。ボーナスが重いんだわ低設定本当に。で RT 等もついてないんで低設定機に遊びやすさないです。機械割りも低いです。これビタ止まりだからスイカです。でこのフラッシュ、スイカのフラッシュは、まあ、W、まあ、俺らケツって呼んでましたけど普通のケツと逆に闇ケツって明るいと明暗が逆になって闇ケツ、そちらの鍛え度が高くて、あとは V フラッシュもスイカ対応です。だから V フラッシュが出てやったぜと思っててもボーナス確定じゃないです。ただね今回役構成でシェリーの出現率がめちゃ高いんですね。だから横コーンはチェリーのことが本当に多いのね。これはねちょっと打ってて私の個人的見解ですけども結構ストレスになります。横コーンが本当だったらチャンス告知なんですけどもチェリーナビに近い扱いになってですよね。まあトライの台が今ビッグに爆英語これはありそうだな。こんな感じで早い段階で結構設定が見えます。ボーナスがバンバン引けて特に爆が引けてる台設定あります。入りました。もう2角ですね、まあ、これ1個下でもリーチ目です。さあというわけで初ボーナスは388ゲーム長かったな。さあというわけで1枚かけていきます。ボーナスタッチは簡単です。ボーナスが7と V とバーがあると言いましたけども、じゃあ赤7黄色 V 赤 V 赤 V でも同じ役割なんで右リールに V ベルバーのバーを、まあ、アバウトに狙っても V が引っ込める範囲だから3個迷うか。で中右に V を狙ってくれれば、はい、赤赤赤なんで V 図柄ですね。これが1個滑って3連まで来て黄色 V 赤赤だったら、赤7図柄と思ってください。さあというわけで388ゲーム投資1万4000円で V ビッグ。さあそれではビッグ中の仕方の紹介。下がショートした時ですね、中右フリー斜めにテンパるのでテンパった場所に赤7か単独 V か3連 V、 これを見倒してください。3回です。単独 V でもいいです。で横コーンが鳴ってないときはフリー打ち OK です。あとは3連 V、 こうですね、この3つで、これを3回やると、最高払い出し枚数で終われます。あとは逆押しで紹介してください。で気をつけなきゃいけないのは斜めにテンパった際にさっきの3つの図柄を押すと14枚取れちゃうんで枚数は減っちゃいます。なのでそれを避けて目安としてはバーを狙ってください。斜めにテンパった場合はねバーを狙ってください。でこの斜めにテンパレベル俺の出現率に実践上空気で設定されます。でさっきのビタ押しの波が出た時も斜めベルとしてカウントしてください。だから3回ビタ押したら3回ね、斜めにテンパるこのベルの出現率、これをカウント。まあぶっちゃけ狙わなくてもタイミングで左にバーが来るように押しとければトントントンって勝負です。はい、レバー叩いた、トントントンです。バーが来た、これ大事です。さあというわけで私今ワンビッグで10回斜めベル引きました。これの出現率に、空気の差が花火でシュース、どれぐらいの確率か、まあ中締めぐらいで話そうかな。あとはビタ押し3回したでしょ、あれを早くすると間でジャックゲームの音が絡むじゃない。
あのジャックゲームの音が変化するときあるんだわ。でそれを設けてってことは多分その変化率にもしかしたら設定差があるんじゃないかと推測はされてます。今のところこのサンプルが少なくて何とも言いません。チェスト板止まり2角です。だって横コーンはリプレイないですから、この形は何回もリプレイをアボナスというわけで2角、はい、どういうフラもつきました、ね。まあ、滑ってないんで V ビッグはないです。早かったね、23ゲーム負けです。23ゲームレギュラーと、レギュラー中の打ち方は横コンが鳴った時に、この切れ目のないスイカ、まあ、V を目安です。で中リールも切れ目のないスイカ、まあ、7リプレイがリプレイの7目安。で最後に中段に赤田のビタです。こうして9枚薬を1回取ると最高払い出し枚数の111枚できます。あとは15周り打ちの OK です。特に設定差はないと思います。何にもカウントしなくて OK。 まあでその際ですね、今のビタ押し中段にビタしたでしょ、早く押してミスる分には損はないです。普通に10枚がここにチェリーが止まっております。注意しなきゃいけないのは中段じゃなくて下段に押しちゃった時、これ0枚になっちゃうんだよ、払い出しがないんですよ。でちょっと損するんで、まあ、目押しに自信がない方は少し気持ち早めに押してミスっても大丈夫なんで。あ、これ微動調整できるわ。ビタすると下段に滑ります。で上段に押すとこういう止まるもんね。だからビタ押しの練習ここでできます。中段に押せれば下段まで来ますんで、ここで練習してください。下段まで来ます。上段に押すとここで止まりますね、はい、こんな目押しの練習もできますよと、はい。ちょっと早く押しますよ。この形から右上がりで小屋かわすれていましたけど、あと代表的なリーチ目は中段のリプレイリプレイベルリリベ、これも入ってます。リーチ目です。あそこの形からその2つを覚えて、だってどうせスイカ狙うんだからほぼほぼスイカの右上がりで外れますから、だから特にそんな覚えることねえんすよ、ぶっちゃけ。ボーナスも一直線になりやすいし、5号機だからね。4号機の時は一直線なかなかなんねんだから、変則的なリーチ目がめっちゃ多い。あとは滑っての子役外れ方ね。またねちょっとね難しいですけど、感覚的な問題なんですけど、花火はわっていう感じのこうなんていうのかな、興奮しながら打つ機会で、サンダー V はね私の中でですよ、なんかもう体内のなんかホルモンバランスを整える機会みたいな、あんまり騒いで打つ機会でもないですよ、もうね呼吸をする感覚なんですよ。いやよくわかんないねっていうことね。でも一番落ち着くテンポなのかな、トントントンっていうのが。だからほら私花火を打ってる動画でも単分狙いを推奨するじゃないですか。ああ単独ドンちゃんね、枠上をあれと一緒っす。トンとしてこの停止型であとは狙うと、トントントンってこのテンポが好きなんだよね。だから単独狙いが好きな理由もこの3だから来てるんですね。トントントンです。トントントン、だからもちろんトントントンで V 生反りする時もあるんだから、おお入った。これ首都高の滑りからの形ですね。これも V ビッグはもうないです。77ゲームでボーナスタッチなんですけど、まあ、右リールでさっき言った
V ベルバーを狙ってもいいんですけど、中に入れて格好つけたい人は V 中段ビタでもビタ止まりで負けです。4コマ滑って V が来たら、赤7か V、 とりあえずビッグです。こっちの方が3コマ目押し楽だと思うでしょ。こっちの方がかっけえんですよ。4コマずらっと滑ってくるんですから、あって見せます。さあ、というわけで77ゲームレギュラー、このバージョンがミス叩きです。別にレギュラー中に1回成功すればいいんで、で今度は下段に渡してミスりますよ。これ0枚になりますから、これです。こうなると払い出しがない、損します。なんで集団にビタ押してください。さあ、というわけでボーナス、レギュラーが2連してくれて、ボーナスガッツさんがちょうど170分しか、まあ、今のところ1位からですね。あ、入ってますね。これですね、4コマ滑り、これでビッグが来て、あとこの多分ですよ、ボーナスから転売させたときにフラッシュが高速だとビッグだと思います。はい、これが、赤7の方ですね。49ゲーム斜め来ねえな、来た、これでビッグです。来ねえな、これ早く3回来て3回見通しないと BGM 変化が聞けないんですよ。やばい、1回しか来ない、来た、2回、もうここまで説明しただけで結構ゲーム差分かったんじゃないですかね。 BGM も不動出るのが一直線多いでしょ。まあ整列ゲームでちょっと変則的な出目が出て気づかなかったとしても、ちょっと回したら一直線になりますんで、なんせボーナス姿がうじゃうじゃしてるんで、そんな小難しく考えなくても大丈夫です。まあ左リールの目押しにゲーム性の8割が集約されてるです。これが見倒しできるかできないか、超これが重要。もう練習してお願いだから、だから花火が楽しみんで、花火にちょっと飽きてきた方、次こっちに行きましょう。ステップアップして、でそこから B マ行きましょう。 B マは見倒しの成功率が9割超えてないと打っちゃダメ。よし、頼む。あー、見た止まり。ちょっと僕はあの上段バーからの4コマ滑り V 点が出るまで横コンがなったらもうこれ押し続けますからね。どうしてもあの美しい4コマ滑りが見せたいんです。よいしょ、そろそろ出てちょうだい、カモン。あ天皇向上だな君今日。このサンダーのまあ、出来自体は大きいので、ね、ルール上で作ってるんで、全然初代のサンダーとはごっちゃけていっちゃえば全然似てないです。でもね、開発者が初代のサンダーにそれでも似せてくれようといろいろ努力してくれたとかね、なんか嬉しいですよね。例えばさ、アクロスシリーズの中で最もリールが細いんですよ。この白の部分がね、図柄とかが細いんだな。これも4号機のね、初代の感覚に近いようにっていうのが入るんだね。本当だったら見倒しが必要な機械だからさ、
図柄なんかでかい方がいいんだから。それでもこうしてくれたのはやっぱりね、5号機でのサンダーのね、この復活を心待ちにしていた、まあ私を含めたファンたちのためだと思うんですよ。まあただ一つだけはしかし、横君の、ボーナス期待だと、あとこの子役のバランスが悪い。いやチェリー出過ぎです。これチェリー4枚にしよかったから、出現率を半分にしてください。これね、もうちょっとチェリーが出過ぎてて僕の関係では若干鬱陶しいです。これね、もうチェリー並みなんだな、これもう煩わしい感じですね。お、入った。さあ、というわけで左リールを枠上に押したんですよね、この形からの1目なんで、194ゲーム7を蹴ってるから赤ならないよね。これで V ビッグと、こういうことですね。1目からのタッチがこれで3回。さあ、レンちゃん頼むぜよと。現在ちょうどプラマイズのぐらいか。どうですかね、サンダー V。まあ、派手さはないですよね、この台には。で、今の V ビッグかな、引いたの。これ一面は枠下の赤なら蹴ったじゃないですか。ああいう感じにいろんなリーチ面見れるんで、やっぱアバウトに狙った方が楽しいっちゃ楽しいかな。効率はビターした方がいいよ、早いから。こうやって効率で考えたらこっちはビターの方が早いよ。だけどいろんなリーチ面見たけど、もうアバウトのっす。2コマ目押しがれよ、アバウトのっす。3勝したのいい。次元も。ああ、滑らず。あ、入った。クソ、V が来ない。で、さっきから俺これバー冗談狙ってるじゃないですか。この時、もう V がないんで、赤7狙っても大丈夫です。なんなら、赤で。赤とバーのとこで。赤とバーと赤7なんで、赤7の音も楽しめます。はい、63ゲーム赤7です。だから V 狙えば全部狙えるんですけど、こっちの音が聞きたい時は、あのリーチメーカー狙ってください。これで4発目のビッグボー終了です。一言言わせていただいてよろしいですか私なりの美学がありましたよ。サンダー V で騒いでいいのは、予告音が鳴って自分の出したいリーチ名が出た時です。だから僕は自分が出したいリーチ名以外の時は、あ、リーチ名だみたいなリアクションしか取ってないです。これ僕の美学なんです。予告音が鳴って自分の出したいリーチ目を出したときによっしゃーって騒ぐわけですよ。それ以外はもうスンとスンってするおすましするのが僕流のサンダーです。話変わるんですけど、今この動画を見てくれてちょっと打ってみようかなと思ってくれた人、サンダーボイ、スイカをこぼすことと、もう一個ボーナスタッチが遅い、これもですね、だいぶ機械割りを下げますので、もし怪しいなと思ったら、別に恥ずかしがらず握りールにもう7でも V でも狙ってくれれば分かりますんで、俺だけはちょっとでも怪しいなと思ったら次ゲームに狙ってみてください。
マナルの場合は念のため挟もうかな。まあ、僕は順応して消化する派なんですけども、中リールの右リールの振りをした際のスイカをこぼす率は明らかに順応した方がこぼしやすいんで、まあ、挟んでいただいた方がスイカの取りこぼしは減ると思います。さあ収録中の、やってきました。しかもやってきましたが、なんと僕の目押しですね、集団にファーを用意しました。ただ4コマ滑りをしましたんで、出したかったな、冗談転廃なんだよまあどちらしろ4コマ滑りした時点で多分リプレイはボーナスになるはずで、リックか、リプレイはリック136ゲーム、本当はもっとさあ行きたかったんだよ、4コマ滑りした時点で。そう悔しいです。まあでもまあ今のが近いですただいまビッグ5の馬券2ということで、サバイスのもちょびっとだけプラス2金突入しました。ということでここで一旦中締めです。さあそれでは途中経過の方を報告させていただきますと、現在まだまだ全然回せておりません。総ゲーム数の方が930ゲームと、まだ1000ゲーム未満でございますと、ですが、ボーナスの方がビッグ5回バケ2回の計7回引いているということで、投資の方が1万3000だったかな、11万4000、出玉の方がですねちょいとプラスぐらいになったのかな、ちょうどプラマイゼロがちょいプラぐらいになっている状態でございますと。で現在打ってる台の設定予想でございますが、さすがにまだ何か断定するほどのゲーム数回してませんが、とりあえずビッグが5回で186分の1で、レギュラーが2回で465分の1とで、ガスタンは132分の1と結構まあ5と6の間ぐらいになってるんですが、まあ言うてもですねこのサンダー V リボルトボーナス確率で下がるのほぼレギュラーのみですから、レギュラーは実戦上の設定1位以下、まあ、公表値の設定1位以下となってますと。なのでボーナス確率だけ見るとガス算いいですが、まあちょっと怪しいところかなと。でそして、ベル確率でございますけども、通常時72回引いて 12.9 分の1と、これは実践上の6を上回っている数字でございますので、まだまだサンプル少ないですが、とりあえずは様子を見ようかなという段階でございますと。あとはビッグ中の斜めベル、偶機判別の要素ですが、こちらがビッグ5回で現在、2.73 分の1かな、これはちょっとだいぶ奇数寄りですね。ということで今あんとこ予想されるのはまあ135あたりかなと。レギュラーが1位以下だからな、これがちょっと弱いですよね。まあ3か5を期待して打っていけたらなと思いますと。さあというわけで後半戦はですね、前半戦である程度ゲーム性の方を紹介できましたので、あとはですねこんなリーチ目ありますよという紹介と、激アツのポイントの紹介の方をしていければと思います。そのためにはポーズしかなきゃいけないけどね。それでは後半戦スタートです。さあそれでは後半戦スタートです。と、まあ、若干チョンボではございますが、バーからの4コマ滑り V 転廃もお見せすることができましたし、ここから違ったリーチ目を狙っていきましょう。次はそうですね、あ、じゃあお第2停止プシュン、これはベルオは外れはボーナスですからね、1個上だったらリーチ目なんですけどね。さあどうでしょう、3枚掛けいきましょう、なったよ9ゲームじゃあ純粋なやついきますか、 V これで外れればと、7狙いましょう。はい、さあというわけで先ほどの演出で入ったものです。で言った通りこれが上がですねチェリーついてる7が前の3だったら V の扱いで逃げてるんで V ビッグはないと思うんですよ。負けですね、9ゲーム。さあ一先よしこちゃん
こういう感じで、まあ、一見リーチ目に見えない出目での何かしら演出が絡んでのボーナスタッチ結構多いです。今回の、サンダーベイリボルトの、まあ、特徴とも言える一つなんで覚えておいてください。お、続いてはじゃあ私がですね、初代サンダーで自分で名付けたリーチ目出してみましょう。はい、枠下に、上がチリの7で右の中段に単独スイカです。ちなみに別格です。前は別格でした。まあ1回出したいよな、これ1個下なんですけどね。これチェリーチェリーリプレイプレイベルベルってます。なんかこう決勝戦みたいな形になるんで、トーナメントの僕はファイナルって名付けてましたけど、このね単独スイカ中段ってね、全部もうどのリーチも別格だったんですよ前は。確かね、この単独スイカが本当強いんですよ。あれ中段からのリーチ目は全部別格だったと、そう記憶しております。おお、ちょっと大事なことを忘れておりました。中締めの後といえば恒例のランチの下り、ただですね、私久々のランチの下りでございますので、まあ若干腕が落ちているかもしれません。その辺はご了承ください。さあ行ってみましょう、本日のランチの下り。本日はですね、お店のすぐそばの中華料理屋さんに行ってまいりました。で私、無類の米物好きでございまして、今回は大好物のチャーハンの大盛りで頼ませていただきました。まあ、チャーハンの味の決め手といえばですよ、まあ、あのパラパラの香ばしい食感ですね。チャーハンならではのあのパラパラのお米がうまいわけですよ。はい、私チャーハン出てきてなんと残してしまいました。なぜならパラパラが売りのチャーハンがめちゃめちゃだったんですよ。そう、今日のランチは焼きライスビシャル、焼きライスがビシャって焼きライスビシャル。いきましょう。いや腕鈍ってなかったですね、パーフェクトなランチの下り、まあ、楽ライスペシャル、サンダーシリーズで最も熱いクラッシュ。今回のリボルトにはさらにそれを上を行くフラッシュ搭載されてますので、ランチのくだりで使ったからにはラクライスペシャルだけは皆様にきっちりお届けしましょう。おお。さあ私全く気づきませんでした。さあ一体何ゲーム気づかずに回したのかありませんけど、V ですね、196ゲーム、レギュラーが全然出ないですね。ビッグ引ければ勝てるからええねん、設定差ないとき引いて勝つんだよ。まあ慣れないと、5号機から始めた人たちにはちょっと面倒くさいないかもしれませんが、まあ、これがスロットだからね、言っても発露なんて昔みんなこんなもんだったんだから、まあ、あとは4号世代のサンダー打ったような方でこのアクロスシリーズでどんな台を出してほしいですかね。ぜひ今見ている動画にですねコメント打つ欄がありましたらコメントの方を打っていただきたいですね。これは熱望するのはアステカっすね、非現地はアステカ打ちたいです。正直どうですかね、こういうリーチ目機に子役重複必要ですか。だからあの横コーナーってチェリーが、初代からですねボーナスのおーちゃんの一冊目になってしまうんで、チェリーにつけるのはいいと思うんですよ、まあ、クランコみたいにチェリーベルディな。サンダーなんかベルチョ合いそうですけどね。
ベル2連した後に横コンドからたちと期待するじゃん。本当に1回パスを作ってみたいな。おーびっくりした、これ密着です。またですよ、びっくりした。はい、さあということで赤沼ビッグで34ゲームなんか音ちげえなこれ。まあ今日は言うても本当ほぼ初打ちに近い状態ですからね。まあちょっと情けないところあるかもしれませんけどもご了承ください。げっちりですね、打ち込んで皆様にマニアックな情報をお届けできるようになっておりますので、一回時間作って初代のサンタぶってきますわ。一回ぐらい追加当たり、おドン、あはははは、入ったけども詰めちゃったね。一個上でビッグ、おー滑った。赤七の方か、76ゲーム赤七です。とダッサイリチメが出ねえからフラストレーションが溜まってたよ。さあモリモリ増えてきましたよ。ただいまビッグ8のバケさん全然バケが出ない、バケ確率が415分の1ですよビッグ155分の1、ビッグだけ設定10。お滑っちゃった。横コーンで出したいリーチ目が出せるのが3だって言っておきながら出せてない、フラストレーションがたまるよ。レギュラー確率が520分の1です。いやーこれ今現在のベル確率を算出するのが怖いです。まあ普通に打ったらもうやめるな今ですよだがそこは打たしてみました。きっちりこの台のですね見せ場、楽しいところ見せ切って終わりたい。まだ終われない。さあ隣のですね化けが引けていただい設定がありそうだと私言ったじゃないですか。前輪車が飲まれてやめましたが、そこから巻き返してなんとただいまビッグ12バケ17まで合算120分の1、あれが設定ある台の挙動です。カチカチの205まで行ってます。なのでバケ先行、もうジャグラーと同じ考え方でいいですよ。バケ先行でバンバン引けてるだったらもう粘っていい、大外れは絶対ない。さあ下から丸っと丸だぞ。たまには純粋にいっといったい。お、入ったってことは、下段の部位を否定したんで V ビッグじゃない可能性高いと。なんだじゃあ普通にリーチ見せないよかったよ、なんだこの適当に叩きだけ443よいしょ。赤なら今ちょうどプラマイゼロぐらいですね。これでまたプラスできた、赤使うよ。くそー、いやこれでまたですねプラス収支に前戻ってきたんですけども、ボーラスもそこそこ引けてるんですよビッグを。レギュラー全く引けておりませんが楽しい展開のはずなんですが、なんだかモヤモヤするんです。
誰かこの気持ち分かってください。なんだかモヤモヤするんですよ。いやー、なんだろうこの感じ。もうね、もうやばいですよ。あと横君3回連私が出したいリーチ目が出なかったらすごいことが起きます。さあ3、あと2つはやってみましょうよ。どうなっても知りませんよ。はい、いいよ、来たよ。はい、あ、ミス、目落ちミス、はい、まあただ出ませんでした。2、ラスト1、あー出ない。もう言うじゃねえぞ、俺の本当の姿を見せやる。悪い子いねが、悪い子いねが、ブンブンブン、行くぞ。さあこっから本気を出して実戦スタートだ。いやー、その印象、隣は順調にレギュラーを引き続けてますね。その1回私レギュラー今600分の1。入りました46ゲーム。いやー、本気を出したらこんなもんだよ。はい、負けです。やっと負け出たよ。すごいね、隣の台ビッグ16バケ18、俺の台ビッグ9バケ4。何これ、すごいよ。ライジング、すごいね、あんな力を秘めてるんだよ。やっぱね、 ATART 距離ノーマルタイプだよな。動画やる前に打ち込んで喋らなきゃいけないのは、この子たちはね、打ち込まなきゃ分かんない。打ち込んで打ち込んで打ち込んだ先に見える良さっていうのがやっぱありますから、こんな突き明け場のね、数時間に2回打った程度で何かを語ること自体がおこがましいですよ。お、レギュラー130。さあこれでレギュラー9の5、ビッグ9レギュラー5、レギュラー372分の1。まだまだ低設定です。よーし、じゃあこうしましょう。本日の実戦は総ゲーム数3000ゲームまでにしましょう。3000ゲームで設定数が変わる程度できないことって意味ないですからね。だから設定される部分がどれぐらいの変動をするか、3000ゲーム一本勝負ということで決めさせていただきます。とあと1000ゲーム。さあ果たして残り1000ゲームでこのライジン様はどんな挙動を見せてくれてるんでしょうか。お楽しみに。よいしょー、あー見せれない。お、大丈夫でした。さあというわけで赤7です。166ゲーム、 BGM 変化もジャンプ転倒も1回もねえじゃねえかよ。気づいてないだけなんか。私いい感じですね。
こう見えて音系の変化に非常に疎いんですよ。みんなに変わってるよって言うと、あ、そうみたいな。ずーっとパチンコ屋さんの中にいるんで、多分耳がバカになってるでしょうね。目はいいんですよ。視力は悪いけど、何か違和感を察知するの得意なんですよ。何個も滑ったとかね。はい、スペシャル出た。ラクライスペシャル。これがあれですよ、焼きライスベチャルですよ。さすがにラクライね、前もね、スイカの時あったんですけど、今回は重複あるんでね、こうだよね。さあ4コマ滑り綺麗に見せましょう。はい、これです。さあ4コマ滑っての上段転売、やっと見せれた。そして高速点滅、これは V ビッグです。はい、連チャン5ゲーム。しゃあスイカ重複。はい、音変わりました。初めて見せられた。これが気持ちいい、これが気持ちいいの。エッチャー好きな滑りです。どうですか今のは。ゼロリンジョーンバチコピック、やるぞ。そう、これに邪魔したよ。しかもゼロリンジョーンのそこで、やっと見せられたね、気持ちいいやつ。お待たせいたしました。お、音変わったね。これはレンチャンの音変わりなのか、これか、それとも BGM 変化なのか。どんな音になるか知らねえから分かんねえよ。これか、こいつ系。はい、まあレンチャンの音なんだろうな。さあ行きましょう。そう考えると子役重複もありやね。前だったら落雷ででもただのスイカですから。プレミアフラッシュなんですけどね。中段部位からの枠下部位、あー滑っちゃった。ただこれリーチ目です。 VV でベル、もしくはバーチェリー7のチェリー以外なんでリーチ目です。はい、31ゲーム。はい、滑りました。ビッグ確定ですと。バイビッグ。さあというわけで、もうすぐ一撃1000枚到達です。やった、ビッグ12のバケロック、ロック。さあ残り700ゲームになりましたが、これでここから全のまれとかしない限り、もう僕の負けは中段ブイッないです。お、落雷スペシャル、横コンカモンならず逆押し、いってみましょう。前だったら上段に停止した時点でベルオは、ボーナスだったんですよ。横コーンになってても同じです。はい、で V が上段でも中段でも転廃した時点で前は2角でした。今回はどうなの。おお、揃いました。391ゲーム、バチコイベイビーク、スイカチョークですね。はい、終了ですと。現在の総ゲーム数が2525、残り500ゲームいくぞ。横コーンになった時の逆押し見つけましょうか。基本的には V 枠内です。初代だったら枠内から V が消えれば、チェリーでした。とりあえず念のため入れましょうか。一緒ですね、チェリーですね。で枠内に V が止まっていればもうチェリーはないです。で V が上段中段下段全てチャンス、逆押しだからめっちゃ面白かったです。上中下段どこかに止まればチャンスです。
枠外に行っちゃった時だけノーチャンスと、で下段の時もゲロ圧、なんだったら3連覇にダーン飛べれます。止まったらビッグです。別にスイカここ3連覇にでも取れましたんで、もうチェリーはないです。まあ中押しして、スイカ非転敗でもよかったんですけど、赤7狙ってもうこれで本当だ、前だったら2角です。だけど今回は多分違うと思います。違うんだろうね、やっぱり4号機とはだいぶ法則が違うと。はい、中段と当たった時も熱かったです。中リールに上がリプレイの7を押して、はい、滑っちゃった。ここです、上段にスイカがテンパった時点でスイカ外れでボーナスでした。3連敗ダーンと押していいです。最後にボーンと回りますから、3連敗ドーンっつってベルーっつって、おスイカ栄光テンパ、あれ3連 V の上、真上が前スイカだったのにスイカなくなってんじゃん。3連 V の上狙えんかな、3連 V なんでもないかい、なんだよこれ、3連 V の上のスイカ取っちゃダメだろこれ、逆押して3連 V 狙えなくなっちゃったじゃん、マジかよ、これないよね、ないわ、ここスイカだったでしょ、うわーこれ一番がっかりだわ。逆押しで3連覇をバーンって降臨させることができなくなりました。なんだって、もう出したいリーチ目、最後目指しましょう。よし止まった、単独スイカ中段にズドン、あー滑っちゃった、出るまで悩みましょう。今日は残り時間で私が出したかった自分で名付けたリーチ目ファイナル、こちらを出したいと思います。さあ私現順は3000ゲームに到達するまでに出したいリーチ目が出せるのでしょうか。3000ゲームプラス予告音で上段に V1 回止まるまでにしましょうか。どうしよう、これ言うのなし、3000ゲーム到達して横コになって上段に V が止まったら実戦終了です。第3プシュン、あ一直線じゃん、これチェリーチョークですね。今回チェリーバサミダメですけど、ボーナスからの一直線は確かボーナス確定です。前回もそうでしたね。4コマ滑り見ましょうか。はい4コマ滑り、さあというわけで V ビッグ340ゲームよいしょ、さあ行きましょう、残りが140ゲーム出るかな、ドキドキしてくれ、チャンス、出ないっすね、おーびっくりした、びっくりした、一個前のがもしかしたら入ってたんですね、びっくりしたよさあ59ゲームです、 V ビッグ今日一決いきましたよいやー最後にこういうの持ってくんね、うまいな、役者だなこの子の、役者やね、ということは最後に、私推奨のリーチ名ファイナルも出るんですかね、役者だね。さあ残りゲーム数は76ゲーム、まだワンチャン残ってるゲーム数だね。さあ10ゲーム、はいチャンス、はいチャンス、頼む頼む、ファイナル、あーおーおー、ドキドキする、ドキドキする、ゴー、4 3 2
さあこれで三千頭到達、あとは一回上段にメイが止まったらおしまいです。ラストチャンス、さあ上段止まりました。これが本日ラストです。はい、ここも来ました。ラスト来ましたよ。ラストチャンス、単独追加中段、いけ決めろ、ファイナル、ドン。ダメだこりゃ、エンディング行ってみよう。結果発表、ブンブンブン。さあというわけでですね、実戦の方終了したわけでございますが、新生ライジン様いかがだったでしょうか。ととりあえず最終結果の方ですが、3041ゲーム回してビッグ15のバケ6、投資の方が 14,014 本で回収がなんと1808枚と出ましたね。さあというわけでサバイスプラスの1108枚解消です。はい、今回の勝因でございますが、まあこれはですね、間違いなく、ビッグの引き強と、各種数値でございますが、ビッグが15回で202分の1、これは6ブッチですね。ただし、言った通りビッグ設定差はそんなないです。そして対して、設定差の大きいレギュラーですけど6回、これがですね、506分の1と、まあ設定近似値で言えば1ですけども、言ったらマイナス5ぐらいです。合算は21回なんで144分の1ということで、中間ぐらいかな、3と4の間ぐらいということで、合算だけ見れば中間にも見れますが、まあ設定差の大きい最重要のレギュラーが全く引けてないので、ちょっとですねハテナのつく、結果となりましたと。さあそしてその他の推測要素ですけども、通常時のベル確率、こちらが223回ということで 13.63 分の1、まあこれも実践上にはなっちゃいますけども、まあ1と6でしか実践取ってませんが、真ん中ぐらいですかね。そしてビッグ中の斜めベルですが、ビッグ15回で137回ということで 2.63 分の1、これはですねモロクソ奇数より1よりでございますので、まあ中間の奇数っていうのが一番濃厚になるのかなと。ただレギュラーが引けてないので、もしかしたら1の可能性もあると。はい、まあということでですね、ビッグさえ引ければなんとかなるんじゃないかと。でまあスイカをこぼしたら勝負になりませんよと言っていたスイカですが、44回引きましたというわけで、最終的な、確率が 69.1 分の1、ちょっとエロいですね。まあこれも実践値ぴったしぐらいかな。だからもしまあこぼしはあんまりなかったんじゃないかと言える結果になったんじゃないかと思います。70分の1をですね上回る数値で引けていれば、まあ今日しっかり打てていたんじゃないかと判断していいんじゃないでしょうかと。さあそんなわけで今回快勝でございますが、とどうでしたか。珍しいんじゃないですか、ヘゲ歌でこんな初めてがちょっと悪かったけどそのまま綺麗に出てくるなんて。いや久しぶりに撮影ですからね、この休んだ分きっちり引きを貯めたんじゃないですかね。ただですね、今回ちょっとですね申し訳ないなと思ったのが、やっぱり準備不足が否めなかったと。ずっと今までいっぱい打ってきたって言ってた初代サンダーの知識ももうおぼろげになって曖昧なまま、そして今回のですね、レボルトの方もリボルトかリボルトの方も、打ち込みほぼしないままの収録になってしまいましたので、しっかりしたですねマニアックな解説の方が、できませんでした。申し訳ございません。ただしですね、このままで終わる私非現人ではございませんので、この後ですねピスタチオ田中と、非現人に乗らせてみましたの方できっちり打ち込んだ後にもう一度解説させていただきたいと思います。ですので皆様そちらの動画の方もぜひともご覧くださいなと。さあというわけで久しぶりのヒゲ歌、最後はやっぱりですね私現人設定推測はこれ注目しようという独断と偏見を発表して終了させていただきたいと思います。まず注目していただきたいのが、何度も言いましたレギュラー確率と、こちらですね、6が264分の1で1が420分の1とかなりでっかい差がついてますので、これが引けてないようだったら、上の可能性はかなり低くなると、そう思ってください。そして続きまして、まあ実践上でも差は小さかったですが、鋳造時のベル確率、6でですね13、うわまあ春くらいかな、12の後半ぐらいになるのかな、で1だと13のケツか14ぐらいになるのかな、そんな感じの確率になっておりましたので、まあ13の半ばを上回っていれば
今日の僕がちょうど、13.6 分の1なんで 13.5 が余ってるようだったら上の期待が上がってくる感じですので、ちょっと粘ってみてはどうでしょうかと。さあ、そしてですね、ビッグ中の斜めベルでございますけども、これは偶気で差があると、思われております。で、偶数だと約まあ半分かな、ビッグの2分の1ぐらい、2回に1回ぐらいは、斜めベルが揃う計算になると思います。そして奇数設定の方はまあ 2.5 分の1に近くなるのかな、 2.3 とか、はい。なので偶数の方が出やすいと、偶数はだいたいビッグ2分の1ぐらいで出ると思っていてくださいなと。またですね、この際注意していただきたいのが、初めのあのビタ押ししてるやつ、あれも斜めベルですんで、あれも斜めベルとしてしっかりカウントしてください。で、順押ししてる場合は、平行と斜め区別つかなくなっちゃいますんで、サンプルにするのは逆押ししてるやつだけとなっております。はい、以上の3点ですね。あとは一応噂されてるのはですね、もしかしたら、このビタ成功した際の BGM 変化、そしてですね、ビッグ入賞時のですね、あそこのマックスベッドボタンの色の変化なんかでね、その辺も報告出てますんで、もしかしたらこの辺に何かしらの設定差設けられてる可能性もあります。ただですね、現状ちょっとサンプルが少なすぎて、設定差どうなってるのかは今のところ分かりませんと。というわけで、そちらの方もヒゲノリかなんかの時にきっちりですね、報告できればと思います。まあ、この放送が流れている時には少し解析の方も終わっていると思いますので、そちらの方と合わせて今回の実践楽しんでいただければなと思います。さあ、というわけで今回の非現人に打たせてみました、これにて終了となりますが、この後はですね、少し、定期的に更新していけるんじゃないかななんて予感がしております。ぜひとも皆様次回以降もお楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。ブンブンブン、悪い子いねえか、悪い子はいねえか、悪い子はいねえか。